快速線12両下太陽ホーム延伸工事の様子。下り線、線12両下太陽ホーム延伸工事の様子。上り線、かなり床版がつながってきました。新しい聖橋口ですが、駅名の看板が再び見えるようになりました。駅舎への入り口の様子。新しい聖橋口駅舎の様子です。護岸撤去工事ですが、開口部が聖橋側に移動しました。なお、潜水作業と桟橋側で連絡を取り合って作業しているようです。12月02日の終電をもって使用停止となる予定の現在の聖橋口改札。12月03日は蕎麦店はオープンするものの、パン屋さんは08日のオープンになりました。この部分が駅舎への通路となると思われます。エレベーターになる部分に覆いがされました。現在の聖橋口改札ですが、まだ新しい駅舎への接続部分はマスクされていました。今回の動画はここまでになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。